チュ広場の時間です。今日のトピックはこちら、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていくために、将来あるべき医療体制の充実に向けて新しい構想がスタートしました。まず少子化や人口減少が全国的に課題となっている中、沖縄県は現在も人口が増えている数少ない都道府県の一つです。ところがその沖縄県も2020年までは増加を続けるものの、その後緩やかな減少に転じると予測されているんです。また現在増加しているのは65歳以上の高齢者人口で、2025年には県民の4人に1人が高齢者になると言われています。これに伴って医療や介護サービスの需要が今後大幅に増加するわけですが、全ての県民が必要な医療を受け、住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、将来の医療の在り方について考え備えていく必要があります。そこで県では今年3月沖縄県地域医療構想をまとめました。これは先ほどの課題に対して将来的にどのような医療が求められ、その実現のためにどんな取り組みが必要になるのかなど、目指すべき方向性についてまとめているそうです。ここで県医療政策課のサブリさんに伺います。はい、この構想では県内5つのエリアを対象に、現在の入院患者数や診療内容、人口推計などをまとめ、そのデータをもとに2025年に必要となる入院患者を受け入れるベッドの数を役割ごとに推計しました。その結果、まず退院に向けたリハビリなどを行う回復期の患者に必要なベッド数が今後不足するため、その整備が必要であること、また退院後に自宅や介護施設で医療を受けられる在宅医療を充実させる必要があることなどが分かっています。その結果を受けて、これからどのような取り組みが必要ですか？はい、今後増加する医療ニーズに対応するため、各医療機関が地域で必要とされる医療について話し合い、お互いに役割分担と連携を進めていく必要があります。また適切な医療体制を実現させるためには、医療を受ける側である県民皆さんの役割も大切です。そこで一人一人が今日からできること、まずは皆さんの身近な地域でかかりつけ医を持ち、日頃の健康管理と病気の予防に努めましょう。万が一病状が悪化した場合でも、かかりつけ医がいれば専門的な治療ができる適切な病院を紹介してもらえるので、より安心ですよね。ここでイベントのお知らせです。ご覧の日程でゆずり葉の春の舞台公演が行われます。在宅医療や介護、自宅での看取りがテーマで、ご自身や大切な家族との人生最後の時期をどのように過ごすべきなのか考えるきっかけにもなります。ぜひご覧ください。続いて県からのお知らせです。熱中症は声かけで防ぐことができます。家庭で、職場で、地域で熱中症対策をお願いします。県では骨髄ドナー登録説明員養成講座の参加者を募集しています。詳しくはご覧のところまで。県では名護青少年の家および糸満青少年の家の管理運営を行う指定管理者をそれぞれ募集しています。詳しくはご覧のところまで。その他のお知らせはご覧の通りです。以上、県からのお知らせでした。ここで視聴者プレゼントのお知らせです。今月はこちらの商品を抽選でプレゼントいたします。ふるってご応募ください。ウマンチュ広場はインターネットでもご覧いただけます。ぜひチェックしてくださいね。それでは来週もお会いしましょう。一平二平デービルー。